自分の好きな作品を生み出せた原作者には感謝の気持ちがいっぱいで、自分には及び及ばない話にリスペクトの気持ちは欠かせないぜ。そんな好きな作品を作り出せた原作者の違う作品も気になってしまうのは当然な。今回紹介するキャラはロストユニバースに登場するキャナル、ボルフィードだぜ。戦士文明によって作り出されたハイテクノロジーの産物ロストシップ。主人公のケインは祖母から譲り受けたロストシップ、ソードブレイカーを借り、宇宙でトラブルコントラクターを営んでいた。あらゆる依頼を引き受け解決していくケインにはある大きな目的があり、依頼を引き受けていく過程で大きな犯罪組織と敵対していくことになる。キャナルは緑髪の美少女ホログラムで、その正体はソードブレイカーの中枢制御システム AI で、他の宇宙船にはない自らの意志を持っているんだ。ソードブレイカーの全てのシステムは彼女の意志で動くため、ソードブレイカー内ではある意味最強の存在なんだ。非戦隊での活動も電波が届く範囲で可能で物に触れたりもできる。初めは人だと思って物語を見ていたからびっくりしたんだぜ。性格は明るく、ケインをマスターと認めていて、無理な要望にも応えていくが、そんなケインの無茶にソードブレイカーは窮地に立たされることもあってハラハラな展開と独特な感性をしており、ソードブレイカーに色々な兵器を搭載させたり、ミリーにキッチンを吹き飛ばされたりとギャグ展開もあって、真剣なキャナルとアタフタするキャナル、どっちも好きになってたぜ。作中に登場する光の剣や、ボルフィード、ジュグラフィズブ、ダークスターの名前や声優で気づく人は気づくかもしれないが、原作者はスレイヤーズの神坂はじめさんなんだぜ。スレイヤーズとの関係性は否定されているが、聞き覚えのある声や名前に感動しちゃうのぜ。意志を持つホログラム、キャナルとケインのドタバタは宇宙全域を巻き込む争いに発展していく。ロストシップ同士の戦いや力関係が面白いから、ぜひ見てほしいんだぜ。アニメ制作の闇か、CG が作中あらゆる場面で織り込まれていて、当時の技術や表現の良さは見事だぜ。だがその一方でアニメ開始時オープニングの制作が間に合わなかったり、この作品からヤシガニってインコが生まれたって話もあるが、興味がある人は調べてみてほしいのぜ。 FCS キャナルは悲しみの感情を表すルーチンを構築中です。ホロ映像に投影します。凝り性でどこか人間臭いキャナル、最高だぜ。最後までご視聴ありがとうございました。